はいどうもこんにちはこんばんはミルバケストでございます。というわけで動物たちの森、第4回目やっていきたいと思います。はい、どういう話だったっけ。あ、そうだそうだ、虫のアジトを燃やしたいんだけど、なんか材料が足りなくてなんか燃やせないっていう話だね。ちょっと待ってね。これってさ、あ、一番最初の方に戻ってきちゃった。なんか、賢者リストに話聞いてみたり。違うか。なんかないかな。すごい遠回りしてる気がするけど。まあいいか。そういえば、日記を見つけたけど、他の紙を探しましょうってなって、できないね。どうした心理、俺様に料理のコツを聞きに来たのか。うん、そうだそうだ。料理の基本は火だ。まず乾いた場所で薪を並べて、薪、火打ち石で火を起こす。紙なんかも燃えやすくて燃え始めにはいいぞ。それでも火力が足りなければ油だ、油を使え。あ、はい、わかりました料理長。これは役立つ情報かも。うん、薪が必要ってことだね。薪か、薪。薪ね。なんかどっかにあった気がするけど。なんか馬さん新しい情報持ってたりしない？ダメか。薪はいいとして、紙って？薪確かここのさ、ほら、これ。これ薪なんじゃない？薪がたくさん積んである。持っていきますか？はい。薪を手に入れた。うん。薪を手に入れたのはいいけど、紙って？だって日記燃やしちゃダメなんでしょ？他の紙を探しましょうって言ってたから。紙もないと多分燃えないんだろうな。紙ね。なんかないかな。おまわりさんなんか知らない？知らないか。紙ね。どっかになんか、ないかな？紙みたいな。そういえば、こっち行ってない気がするけど。あ、行けないんだ。なんかあっちに見える気がしたんだけど。あ、そうだ。紙もういらねえっつってたな。キノコうめえ。もう紙なんていらめえ。ヤギさん持ってないかしら。ヤギさん、紙いらないの？いらめえ。じゃあ、私にくれないかしら。あげるめえ。乾燥した紙を手に入れて、おーっしゃよ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 し。これで全部揃ったね、材料は。よし。じゃあ、今から、お前らのアジトを、火炙りにしてくれるわ。鍵をよこさないから いけないんだぞ。ここで火を起こしますか？ちょっと待って、いいえ。その前にセーブをして、そんでもって、どこで火を起こしますかって出るの？ここ？うん。じゃあ、起こします。ここで火を起こせば。薪、火打ち石、乾燥した紙、油を使って。虫たちが集まり始めた。ほんとだ。森のすべての虫たちが集まったよ。ごめんね、虫さん。嘘、マジで。虫さん。火の中に入っちゃったの？そうなんだ。っていうかさ、森のすべての虫が集まったって、虫組やめたいって言ってたあの虫も中に入っちゃったってこと？もしかして。よく燃えている。よく見ると、鍵が落ちている。虫が持っていたようだ。狼の館の鍵を手に。まさかまさか。あそこの虫さんもいなくなっちゃったのかな。あそこの虫さん。私に通行証を貸してくれた虫さんまでいなくなっちゃったのかしら。
マジか。ごめんね、虫さん。そんな、まさか、全員あそこに集まってくるとは思ってなくて。ちょっと待って。何うろうろしてんだ。狼の館はどうやって行くんだったっけ？最短距離がわからない。こっち側か。こっち側だ。それでここだろう？ちょっと待って。そっちに行く前に、進展したからセーブして、行こう。さて、ここに神話を紐解く本があるっていう話だったけど、どうかな？鍵がかかっている。持ち物、館の鍵、扉の鍵が開いた。狼の館の鍵を失った。なんで？今手に持ってたでしょうが。なんで失うの、それで。え、じゃあ行こう。あ、そうなんだ。館の中に一度入るともう出られません。中に入りますか。多分大丈夫だよね。まあ、セーブもしたし、外で。行こう。うおー。新しいところ、お詫び。森の神話を読みに来た動物の皆様へ。当館の主人、親分狼様が誤って森の神話が置いてある書庫の鍵を食べてしまいました。急いで代わりの鍵を用意しておりますが、用意できる目処はまだ立っておりません。誠に申し訳ございません。狼の館、獣犬一同。そうなの？何これ。まっすぐ行くとこれ一階なのか。また広い館じゃな。特にここは、じゃあまず右から行ってみようか。ここは何？あ、お人形がある。なんだ。あら、お人形さん。少女は人形を手に取った。なんだかこの人形、服がボロボロ。やだ、人形が消えちゃった。鍵が落ちてるわ。どこかの鍵を手に入れた。何？ちょっと怖いんだけど。何勝手に消えるとか。ん？あれ？びっくりした。出れないんかと。開かない。鍵がかかっている。ここかな？持ち物、どこかな？あ、開いた開いた。帰ろう。あ、人形いたいたいた。これ人形さんを追っていけばいいのかな？魔術書という本がある。読んでみますか？はい。魔術には、操りの魔術というものがある。これは魔術で対象者を操れるものである。この魔術のメリットとして、魔術で操られた者の語尾が魔術をかけた者に似てしまうためバレやすいという点がある。なるほど。この魔術を解除するためには、魔術をかけた者を殺すほかなく、魔術をかける際は注意が必要である。裏にカエルって名前が書いてある。この本はカエルさんのものなのね。ということは、あれか。お父さんとお母さん操ってたのはカエルだから、カエルを殺すと お父さんとお母さんが元に戻るっていうことなんじゃないか。眠り花の育て方という本が置いてある。読んでみますか。はい。眠り花は日光に当て水をやると大量の花粉をまきます。一度花粉をまくと枯れてしまうので注意しましょう。また、眠り花の花粉には強力な睡眠作用がありますので、花粉をまかせる場合には必ずマスクを着用しましょう。なるほど。マスクが必要なんだけど、その眠り花をまく何か工程があるってことだな。で、このお人形さんは？首から下がボロボロの人形が置いてある。さっきの人形かしら。あら？そばに何か置いてある。え？かしら。おお、葉っぱ、卵？狐？木？あ、ちょっと待って、ちょっと待って。これもしかしてあれか？メモが必要なんじゃないか？ちょっとメモメモ。はい、メモしてきました。ん？裏に首から下いらないと書いてある。首から下いらない？賢者のリスさんが書いたに違いないわ。だって下手だもんな。そういう見方？よく見るとここがスタートと小さく書いてある。はあ。ここがスタート。
持ち物で今のは持ってないな。ここがスタート？まだよくわかんないな。鍵がかかっている。こっちは？鍵がかかっている。ダメか。とりあえずこの右端の鍵で開けた扉がスタートってことだよね。ここは何だい？花の苗がある。綺麗な花。持っていこうかしら。ちょっと待って、とりあえずやめよう。やっぱりやめましょう。ちょっとまだよくわかんないから。多分眠り花のないじゃない？おそらく。ここは開かない。ここは鍵がかかってる。ここも鍵がかかってる。鍵がかかってる。じゃあ、ここ1階だから2階探索行ってみようかな。まだわかんないからな。首から下いらないって。音怖えよ。ザクザクザクって。双子の部屋と書いてある。入りますか？え？ここは何？森の賢者が教える読み書きそろばんという本がある。森の賢者が教える上手な絵の描き方という本がある。虎の料理長が教える男の料理という本がある。正しい釣り具の使い方という本がある。何何？釣りに使うおもりはしっかりと固定しましょう。結構外れます。じゃあ釣りするってことか、後で。虫組、闘争と系譜。系譜っていいの？という本が置いてある。迷わない地図の読み方という本が置いてある。この本名前が書いてある。馬さんの持ち物なのね。迷ってるやないかーい。馬迷ってるやないかーい。この窓だけやたら日当たりがいい。じゃあここに持っていくんだな。双子の部屋の、ちょっと待って、いいえ。ここ、うーわ、なにこれ。ちょっと待って。怖い、なに？ちょっと入ろう。一体これはなんだ？なんでこんな迷路になってんの？何があるの？特に何もないよな、これ。熊のぬいぐるみが置いてある。とってもかわいい。一つ持って帰りたいくらいだわ。少女は熊のぬいぐるみを抱き上げた。でも、仲間と離れちゃったらかわいそうね。戻しましょう。熊のぬいぐるみを元に戻した。一体何のこっちゃ。後で熊のぬいぐるみが必要になるのかな。おい、いろんなフラグが立ちすぎてよくわかんないな。とりあえず左を見に行ってみよう。2階の左。ここは？書庫と書いてあるが鍵がかかっている。じゃあここにあるんだな。親分の部屋と書いてある。鍵がかかっているようだ。開かない。ということは、双子の部屋ちょっと一回入ってみようかな。入れるみたいだから。はい。入ってみよう。手紙。なんか手紙があった。ここは？入ってみよう。怪しいなぁ。双子なんだろ？何がある？ここは全部剣山に囲まれていけないから、ここは何もないから普通にこうやって取ってきちゃっていいのか。何かあるみたい。不思議な力で触れることができない。はい？そうかい。じゃとりあえずは謎を解くしかないのか。一回下まで戻って、
右の、2番目の部屋だね。ここがスタート。これ、これ一体何なんだろうな。葉っぱ、卵。葉っぱ、卵。キツネ、木 ?4? ウサギ、虫、お化け、家、木、7? もう首から下はいらないっていうのがよくわかんないんだよな。首から下いらないと書いてある。よく見るとここがスタートと小さく書いてある。どういうことだろう。首から下いらない?まさか、まさかとは思うけど、包丁で首を切るとかそういうあれじゃないよね。じゃないよね。あ、そういえば虎の料理長がなんか、まな板くれるとか言ってたけど、あれ取らなくてよかったのかな?あー、読んじゃった。読まない。首から下いらないと書いてある。わかんないな。ちょっとあの謎を解かないと、話は進まないな。おそらく。すいません。ちょっとわからなかったので、いろいろと、見てきました。そしたらですね、この葉っぱ、卵、キツネ、木とかウサギとかね、これをどうやら英語にするらしく、リーフ、エッグ、フォックス、ツリーで4ってことですよね。そんでもってヒントが首から下いらねって書いてあったんで。頭文字ね。頭ね。頭文字だけをつなげると、リーフが L、エッグが E、フォックスが F、で、ツリーが T。で、4。で、つなげて読むと、レフト4ってなるんですよ。それと一緒に、下のウサギ虫、お化け、家、木。これも、書いてみると、ラビットの R、インセプト I、ゴーストの G、ハウスの H、ツリーの T の7。そうすると、レフト4、ライト7ってなるんですよね。なるほどと思って、英語にする頭はなかったわ。ということなので、やってみましょう。で、これね。首から下いらないと書いてあるので、で、ここがスタートなんで、それと一緒に、レフト、左に、1、2、3、4。よく見ると床に何かある。糸を手に入れた。で、今度は、右に7。1、2、3、4、5、6、7。よく見ると床に何かある。針を手に入れた。はい。ということで、針と糸を手に入れました。で、なんだろう。ボロボロの人形を、なんか、直してあげるのかなと思ったけど。ん?西の方から話し声が聞こえる。声のする方行ってみようかしら。声のする方。西ってこっちだよね。西ってこっちだよね。どこよ?ここ?鍵がかかってる。どこだよ?西の。ん?ここ?声はこの部屋からするよね。あ、部屋の鍵が開いてるわ。うお!狼!恐ろしい。何これ?何?どうしたの?
どうしたの？みんなで集まって。親分が風邪気味だからサボってるのさ。一階の倉庫から酒もくすねてきたし、酒盛りだ。なるほど。羊を捕まえてきたのに逃げられちまった。まあ、館からは出てないだろうが、どこにいるのやら。毛で毛布でも作りたかったのに。あ、食べるとかそういうあれじゃないんだ。このマッチを見てどう思う？お酒とマッチ？何に使うか見当もつかないわ。こうするんだ。狼子分は口に酒を含み、マッチの火に吹きかけた。ギャッ！どんなもんだい。すごい！びっくりしたわ。うん。肉だ肉だ！倉庫の肉ありったけ持ってきてやったぜ。うんめぇ！肉と酒と持ってた。ん？倉庫の鍵は開けたままだったかもな。ちゃんと閉めてたっけ？心配だな。倉庫の鍵ってどこ？倉庫ってどこよ？見ろ！バリカンでウルフヘアにしてみたんだ。俺っちイケてる。似合ってないよ。くそ、もう飲むしかねえ。こうなりゃ焼け酒だ。似合ってないよって。ウルフがウルフヘアっておいおい。ここには特に、あ、何か置けそうなスペースがある。あー、なるほどね。じゃあ、何か置けそうなスペースがある。このウルフたち全員眠らせちゃうってことかな。鍵がかかっている。倉庫ってどこにあるんだ？ここの部屋のさ、お花さん。花の納屋が持っていく。蜂の下に何かある？1月4日、愛しいあの人を失ってしまった。狼のような、猛攻な男、奴が彼女の命を奪ったのだ。しかし、花売りである彼女の死を悲しむ村人は誰一人いなかった。なぜ彼女が死ななければならないのか。薄汚い村の連中ではなく、なぜ彼女。日記の切れ端を手に入れた。どういうことだ？なんか最初から、ストーリーが、依然としてつかめない話ではあるけど。倉庫ってどこだ？ここか？鍵がかかった。倉庫、ん？ここが。ここが子分たちの言ってた倉庫ね。鍵が開いてるわ。おう。なんだい？この豆みたいのはなんだい？中にあるのは胡椒かしら。持っていきますか？ちょっと待って。ちょ、話の展開がだから。胡椒って何よ？何に使うの？何かあるわ。取ってみますか？はい、いいえ。だから話の展開が早い。ハサミがある。何かの役に立つかな？ハサミを持っていきますか？ちょっと待てってだから展開が早くて、何が何に使うのか全く理解ができないんだけど。とりあえず持ってこうとかさ、そういうのはするとさ、なんか、あ、お前胡椒臭い！まさかお前人間かってさ、食われたりしてもさ、嫌だしさ。じゃあ、わかりました。今日はここまでにさせていただきたいと思います。はい。ここまで見てくださった方、ありがとうございました。ミルワーケストでした。ではまた次回、アデュー。